どうも高井です。パートタイムアルバイトでサービス業界がどれほど儲かるのか、少子高齢化、人口減少で労働人口が減る中どれほど持ちこたえられるのかっていう話をしたいんですけど、この本にも載っているので言うと、まあ、パートタイムやアルバイトっていうような非正規雇用っていうのは安定しないから長期的にノウハウが蓄積しないっていう、そりゃそうだよね。俺バイトで一生いいやって思う人ってね、少ないじゃないですか。どんな人がバイトで働きに来るかっていうと、ちょっとしたお小遣い稼ぎで学生さんが働きに来る。パートで来る人って言ったら、まあ主婦の人だよね、大抵は。男性の稼ぎでも十分暮らしていけるんだけど、やっぱり余裕があるといいよねっていう主婦の人たちが働きに来る。まあそういう人たちは長く働いてくれるわけだけど、じゃあ今の共働き世代ってどういうことかっていうと、旦那さんの稼ぎは間に合いでもきついから奥さんの稼ぎもいる、しかも同等の稼ぎがないと生きていけないよみたいな人たちが今の共働き世代なわけじゃないですか。ってことはですよ、非正規雇用という不安定な働き方を一生続けていくわけにはいかない。だから長期的に考えるとやめていくわけですよね。だから今のチェーン店でそういうやめられてしまえばですよ、今複数店舗に一人しか店長いなくて、しかもその人しか正社員がいない、そういう状況で人を辞めていくと、やっぱりどんどん自動化していくしかないよね。だから結局は喋るにしても料理運びにしてもロボットがやるような時代がね、やっぱ近いよなってこの本読んで思ったんで、皆さんもねこういう本を読んで考えてみるとね、もしかしたら未来の雇用をね読めてくるかもしれませんよ。チャンネル登録お願いします。この辺りにあるボタンを押してください。それで